どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルバイポイント 100% ボーナスキャンペーンが来ておりますので、本日はこちらの解説をですねやっていきたいというふうに思います。今回のね動画については、ヒルトンバイポイント 100% ボーナスキャンペーンということで、こちらね気になってる方ね多いかなというふうに思いまして、今回ね動画作らせていただいたわけなんですけども、ヒルトンホテルのですねポイントっていうのはかなり厳しいんですよね。厳しいっていうのは、マリオットボンボイポイントだったらですね、まあマリオットボンボイポイントも高いんですけども、まだねその1ポイント1円以上でですね利用できることが多くてですね、1ポイントの価値としてはうまくね利用することができるわけなんですけども、このヒルトンのねポイントっていうのはですね、なかなかですね1ポイント1円でね利用するっていうのは、かなりのね特定日でしか1ポイント1円以上でですねお得に宿泊するっていうのはね難しいっていう風になりますんで、ちょっとね先に言っときますけども、この点はですねご了承いただいた上でね今回の動画見ていただきたいなっていう風に思います。ということで今回のキャンペーンの概要ですね、期間は2020年12月31日の11時59分までという風になっておりまして、こちらね米国東部時間という風になっておりますんで、日本時間だと2021年の1月1日午前1時59分までという風になっております。ですけどもギリギリで買うのもねちょっとね危険かなという風に思いますので、12月31日中にですね購入していただければなという風に思います。でですね、ボーナスポイントに関しては購入分の 100% がねボーナスとして付与されるっていった形になっておりまして、最低購入ポイントがね決められておりまして、5000ポイントから 100% ボーナスがね付与されるというふうになりますんで、まあ5000ポイントからね購入すれば 100% ボーナスね作っていった形になりますんで、購入自体はねしやすいかなというふうに思います。逆にですね5000ポイント未満ね購入してもらうと 100% ボーナスね付与されないっていった形になりますんで、この点はね注意していただけたらなというふうに思います。でですね、ポイントの購入上限に関しては年間16万ポイントまでというふうになっておりまして、購入したねポイント付与に関しては購入後48時間以内に付与といった形になっております。ではですね、実際にポイント自体のですね購入の試算ねしていきたいなというふうに思うわけなんですけども、キャンペーンのですね最低購入ポイント 100% ボーナスがねもらえる最低ポイントに関しては5000ポイントというふうになっておりますので、今回ですね5000ポイントでね計算していきたいなというふうに思っております。でですね、5000ポイント購入すると 100% ボーナスがね付与されるっていった形になりますので、合計でね1万ポイントをね獲得できるっていった形になっております。価格についてはですね50ドルというふうになっておりますので、1ポイントのね単価としては1万ポイントね50ドルで購入というふうになりますので、こちらの動画に関してはですね11月の30日に撮影させていただいておりますので、こちらね為替レートのね影響が受けるっていった形になりますので、104円でね計算させていただくと50ドルでね5200円っていった形になっております。でですね、ここから外貨決算手数料がねかかるっていった形になりますので、だいたいね 2% かかるっていった形になりますので、こちらを考慮すると5304円っていった形になっております。こちらはね外貨決済手数料に関してはですね、ビザ、マスター、 JCB、アメックス、ダイナスっていった形になるわけなんですけども、こちらね会社によってね違うんですよね。ビザとマスターに関してはだいたい 1.6% から 2.2%、JCB に関しては 1.6% から 2.04%、 アメックスに関しては 2% っていうふうになっておりまして、ダイナスに関しては 1.3% っていった形になっております。ですので、まあ、今回のね試算しているわけなんですけども、決済したねカードによってこちらね異なるっていった形になりますので、この点はねご了承いただければなっていうふうに思います。でですね、今回に関してはね 2% で計算させていただいているわけなんですけども、 2% を入れると5304円といった形になっております。ですので5000ポイント購入すると合計1万ポイントになって、まあ、それがね5304円でね購入できたっていった形になりますんで、1ポイント 0.53 円でね購入できたっていった形になります。ですのでポイント宿泊する際にですね、1ポイント 0.53 円以上でですね宿泊することができれば、計算上はですねお得になるっていった形になっております。それでは次にですね、ヒルトンポイントを使って宿泊する際
にですね、この 0.53 円以上でねホテルに宿泊できるかっていう話なんですけども、ちょっとですね検索させていただきました。こちらはですね2020年の12月の12日から13日ですね、こちらで一応東京でね検索させていただきました。ヒルトン東京、コンラッド、ヒルトンお台場、ヒルトン東京ベイということで、一応ね私が検索した時のね価格っていう風になっておりますんで、まあこちらもね参考程度にね見ていただきたいなっていう風に思うわけなんですけども、こちらはまあ普通の週末っていった形になりますよね。で上から見ていくと、ヒルトン東京が 0.46 円、コンラッド東京は 0.68 円、ヒルトンお台場 0.78 円、ヒルトン東京ベイが 0.62 円ということで、まあ、ヒルトン東京を除くね他のホテルであれば一応ね計算上は現金決済するよりですねポイントを購入して利用した方がお得になるっていった形になっております。ですけども、まあ、見てね分かる通りですよね。すんごいお得になるかっていうと微々たるものっていった感じになりますかね。それでは次にですね、クリスマスイブから一泊ですね、2020年の12月の24日から12月の25日ですね、こちらね先ほどと同じ例なんですけども、こちらに関してはですね2020年のねクリスマスに関しては平日から平日をねまたぐっていった形になりますんで、ホテル価格自体がですねもともとがそんなに高くないっていった形になりますんで、お得にね利用できるのはですねコンラッド東京、こちら 0.01 円ですけどね、あとヒルトンお台場ですね 0.70 円ということで、まあ、結構ね厳しい結果かなっていった形になっております。それでは次に2020年の大晦日ですね、12月の31日から2021年の1月1日ですね、こちらもね先ほどと同じ例のねホテルなわけなんですけども、こんな感じになっております。ヒルトン東京が 0.78 円、コンラッド東京 0.7 円、ヒルトンお台場 0.3 円、ヒルトン東京ベ 0.54 円ということで、一応ねヒルトンお台場を除く他のホテルであれば一応ね現金決済するよりですねポイントを購入して宿泊した方がですねある程度ねお得にはなるかなっていうところですね。まあいずれにしてもですねそこまでねすんごいお得になるっていった形ではありませんので、まあこのヒルトンポイントのね厳しい部分はここかなっていうふうに思います。ですけども本当にこの大晦日からね元旦に関してはですね結構価格がね一気にボンって上がることがありますんで、年末年始をですねホテルで宿泊されたいっていう方はですねポイント購入するのもですね悪くはないかなっていうふうに思います。でですね本日紹介させていただいたこちらの現金決済はですねあくまで私が検索した日のね価格帯っていう風になりますんで、ホテルの価格帯自体はですね前後することがね全然ありますんで、この点はね覚えておくようにしてください。またですね今回の紹介させていただいた、ね、ホテル価格についてはですね事前決済プランというものをですね全部ね選択させていただいております。まあこちらがね一番安かったのでこちらをね選ばせていただいたわけなんですけども、ポイント宿泊する場合のですねメリットとしては、基本的にねヒルトンポイントで宿泊すると2日前までねキャンセルすることがねできるっていった形になりますので、まあ、この点はですねヒルトンポイントを購入してヒルトンのねホテルにポイントで宿泊するねメリットかなっていうふうに思っております。それでは次にですねヒルトンポイントの購入に関してなんですけども、こちらね私の動画で結構紹介させていただいているトップキャッシュバックですね、こちらもヒルトンホテルのね案件出てるっていった形になりますので、もしねヒルトンホテルのポイント購入する際はですね基本的に 2.5% のね還元を受けることができるっていった形になりますんで、購入される方はですねトップキャッシュバックね経由して購入していただけたらなっていうふうに思います。利用方法に関してはですねこちらの動画の概要欄にねリンク入れておきますので、そちらログインしていただいてですね検索バーにですねポイント .com って入れていただいて、そうするとですねヒルトンオーナーズのねパートナーマイルパーチェイスっていうのがね出てくるというふうに思いますので、こちらをねクリックするとヒルトンのねポイント購入の方にですね移行されるっていうふうになりますので、もしね購入される方であればですねそちらからね購入していただくっていった形になっております。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンホテルポイント購入で 100% ボーナスキャンペーンっていうのをですね解説させていただきましたけども、すごいねお得になるかって言われるとですねまあ少しはねお得になるかなっていうふうに思います。もしね購入されるのであればですね緻密に計算していただいてどっちがね安いのか天秤にかけてもらってね利用してみていただければなというふうに思います。
またですね、2020年11月現在ですね、ちょっと今後どうなるかわからないわけなんですけども、 GoTo トラベルキャンペーンがね行われている間はですね、間違いなく GoTo トラベルね利用した方がお得にね利用できるっていった形になりますので、もしねポイント購入される場合であってもですね、利用するのは GoTo トラベルキャンペーンね終わった後に利用するっていった形になりますかね。ひとまずですね、今回 100% ボーナスね来ているわけなんですけども、すごいねお得になりそうな感じがして飛びつきたいね気になる方もねいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、本日ね紹介させていただいた通りですね、すっごいお得になるわけではありませんので、本当にね緻密に計算していただいて、現金決済とね天秤にかけて利用してみていただきたいなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。